ペドロ・アルモドバル・カバジェロは、スペインの映画監督、脚本家、映画プロデューサーである。シューダ・レアル県、カルサダでカラドラーバで4人兄弟の一人として、出生。父は、字がほとんど読めず、ラバでワインソンを運搬する仕事で一生のほとんどを過ごした、ため、アルモドバルは、母に依頼された地元の非常勤講師から読み書きを、教わった。8歳の時、 両親から司祭になることを期待され、スペイン西部の町カセレスの寄宿学校に送られた。カセレスでは学校の近くにカルサーダにはなかった映画館があり、ここで初めて映画に触れた。後に私が映画館から学んだものは司祭から受けたものよりもはるかに真の教育となったと述べている。神学校での性的虐待を描いたバッドエデュケーションは 少年時代のアルモドバル自身の体験をもとにした、半自伝的映画である。アルモドバルは、両親の希望に反して、映画監督になる夢を抱き、1967年に、マドリードに移ったが、フランシスコ・フランコ・バーモンデ独裁政権によって、国立映画学校が閉鎖されてしまった。路頭に迷った、彼は、フリーマーケットの売買で食いつなぐなど様々な仕事を、した後、 国営電話会社の職を得て12年間勤務した。ここでは午後3時に仕事が終わっていたため、アルモドバルは残りの時間を目標に費やすことができた。スペインがフランコ政権から民主化へ移行する中で起こった反、権威的な音楽、絵画、映像などの芸術活動に加わった、パンクバンドに属していたこともある。反対制派の雑誌に漫画を寄稿したり、 実験的な演劇集団と交流するうち、カルメン・マウラと出会った。22歳の時 8mm カメラを購入し、1974年最初の短編映画を撮った。資金難に苦しみながらも、カルメン・マウラらの助けを借りて1980年に自主制作した初の長編映画、ペピ、ルシ、ボンとその他体制の娘たちは4年にわたって、 深夜上映が続くほどのカルト的人気を博し、予算の7倍の興行収入を叩き出した。以後ほぼ1年に1本のペースでやつぎ早に作品を発表。初期から中期は、その独特なストーリーと世界観、強烈な色彩感覚などから国内外で熱狂的なファンを獲得。7本目の神経衰弱ギリギリの女たちで、ベネツィア国際映画祭脚本賞を受賞。 アカデミー外国語映画賞にノミネートされるなど世界に名を知られる存在となった。中期のハイヒールあたりから作風に演じ組みが増し、続くキカはセンセーショナルを巻き起こし新たな作風を獲得していった。息子を失った母親を描いた All About My Mother でアカデミー外国語映画賞をじめ多数の賞を受賞。これ以降作品を出すたびに世界の映画賞に ノミネートされるようになった。続く、トークトゥハーで、非英語映画としては、男と女以来となるアカデミー客本賞を受賞するなど、スペインを代表する映画監督の一人となった。All About My Mother, トークトゥハーに続く、女性参加三部作の三作目として制作され、第59回カンヌ、国際映画祭コンペティション部門に出品された、ボルベール、秘境は、 脚本賞と主演女優賞を獲得した。2001年にアメリカ芸術科学アカデミーの外国名誉会員に選出され、2009年には映画芸術への貢献に対してハーバード大学から名誉博士号を授与された。2017年、第70回カンヌ国際映画祭の審査委員長を務めることが発表された。メロドラマやポップカルチャーのスタイルを利用しながら、 複雑な脚本やブラックユーモア、光沢のある色彩を使用する。人間の欲望や情熱、同性愛、家族や個人のアイデンティティといった問題をテーマにすることが多い。女優はカルメン・マウラ、ビクトリア・アブリル、ペネロペクルス、男優はアントニオ・バンデラスを起用することが多い。同性愛者であることを公言している。ありがとうございます。